はい、皆さんこんにちは。今日はですね、牛丼のすき家の安くなる情報です。ちょっとですね、僕もこれ知るのがちょっと遅くなって、前回のですね、このカードキャンペーンの時はですね、第1弾の時は、あと3日っていう時だったんですよ。で、あと3日で200円どうしようかな。いや、お客さん3倍、頼めば元取れますよっていうことだったんですけど、第1弾の時は断念しててですね。そしたら久しぶりにですね、すき家に行きましたら、なんと第2弾のこのすきパスが始まってるじゃないですか。話を聞いたらですね、7月の5日から販売してたらしいんですよ。で、これは約1ヶ月、7月の5日から8月4日まで、牛丼とかカレーとかうなぎとか、すき家の商品が70円引きになるんですよね。で、1回につき3食までということなので、まあ家族連れでありますとか、同僚でちょうど行くときには、この1つのパスだけで3人分は頼めますので、それと、持ち帰りもですね、使えるんですよ。で、僕はこの間ですね、うなぎの牛の日にですね、行って僕の分と、まあ、あと知り合いの人に配る分を、買ってあげてですね、まあ、それで何食分か使いました。で、僕もですね、本当言うと、ちょっとダイエットしなきゃいけないっていうところだったんですけど、このカードを200円で見つけまして、ということは、8月の4日までは、まあ、毎日行っても、牛丼が70円引きになるんですよ。もちろんメガ牛丼とか裏メニューとかね、そこあたりも70円は引いてくれるんですけど、普通の並の牛丼で言いますと、牛丼は、350円ですので、280円で食べれるっていうことですよね。となると、毎日行けば元取れるかなっていうことなんですよね。で、今頃ちょっとね、皆さんにはお伝えしてちょっと情報古いよって思われるかもしれないですけど、まだまだね、知っていらっしゃらない方が多いと思います。っていうのは、あんまりこれ大々的にですね、CM とかもやってませんし、ホームページでもですね、そんなに大々的に宣伝してないんですよ。で、行った時にですね、すき家にポスターがありまして、で、レジで買えますよってことなんですよ。じゃあ、今日レジでこの200円のカードを買ったら、今日から適用されるのって言ったら、大丈夫ですってことなので、前回はそれでですね、このスキパスを200円で買って70円を引いていただきました。で、これからですね、元を取るためには今年の2018年の8月の4日まで、毎日でも、まあ、1日何回でもいいらしいんですけど、それでどれだけ食べれるかっていうこと、そうなると、せっかくのダイエットが無駄になってしまいますので、ちょっと、いたしかゆしのところではあります。そういった情報ですのでね、皆さんもすき家って言ったら全国にありますので、どうせ食べるんでしたら、レジでこの200円のパスを買って、まあ、ご家族であるとか、何人かで行った時はですね、1食分に70円まで引けますので、それと、1回につき3食分までっていうことですね。で、持ち帰りにも適用されますので、ぜひ皆さんもね、買ってみるといいんじゃないでしょうか。200円です。だから200円ですから、約3回食べると元が取れるっていうことになりますよね。3721だから10円は元取れると。で、3回以上食べないとこれ元を取れませんので、メガ牛丼とか裏メニューをですね、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。それではですね、牛丼が安くなるスキパスの紹介でした。それでは皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。